次に吉田晴美君。立憲民主党無所属の会の吉田晴美です。午前最後の質問になります。大臣はじめ文科省の皆様、そして委員会の先生方、お疲れ様でございます。始まってようやく1時間半ぐらい経とうとしていますが、この1時間半というのは大学教員にとってみると1コマ1時間半なんですね。この1時間半を学生と向き合って、そしてこの1時間半びっちり講義をしていく、これを毎日2コマから3コマやってるわけです。非常勤の大学の講師の方はこれを週に12コマやっている先生方もいらっしゃるという、この厳しい現実をまず最初にお伝えさせていただきたいと思います。準備にはその倍がかかります。はい、では今日これから厳しい質問もさせていただきますが、最初に申し上げさせてください。私も日本の大学の研究力を上げて世界に伍する大学研究機関になってほしいという強い思いを持っています。そして本委員会にお集まりの先生方も役所の皆様も同じ思いだと思います。ここで問いたいのはそのやり方です。どうぞその点は誤解なきようにお願い申し上げます。ではまず確認します。この大学ファンド10兆円ですが、このような理解でよろしいでしょうか。この10兆円ファンド、まずは外部の専門機関に委託をし、それを運用し、毎年約3000億円程度の運用益を見込む。で、ある一定期間、大学にその3000億円の中から、数校程度、この卓越大学に指定をし、何年間か補助した後、その後は、そこから自分たち、大学、大きくなって、自分たちの大学でファンドを組成し、運用できるまでに成長してくださいという意図で、このファンドが組成されたという理解でよろしいでしょうか。池田研究振興局長。お答え申し上げます。基本的には今、委員ご指摘のとおりでございます。私どもは、JST に10兆円規模のファンドを造成し、JST がこれを運用して、この運用益を大学に支援をすると、で大学はこの支援も受けながら、財政基盤を強固にしていただくとともに、新しい領域の研究なども展開していただいて、将来的には自立、卒業ということも目指して、教育研究活動、事業規模の拡大をしていただくということになります。吉田晴美君。ありがとうございます。私も経済界にいて、かつ大学にも籍を置いた一人として、この10兆円ファンドはとても真剣に考え、そしてちょっと今日はいろいろ言わせていただきたいなと思っております。で、はっきり申し上げると、ということは、この運用益の恩恵に預かれるのは、わずか数校ということなんですが、こんなところでしょうか、国立大学トップ3校ぐらい、あと私立大学トップ2、合わせて5校程度ではないかと思います。3000億円を分配するというところに、考えますと、それが国立大学2、私立大学3なのか分かりませんが、大体5校程度ではないかと想像します。そのわずか数校のための大学ファンドということになりますが、具体的にお伺いします。この卓越大学の認定を受けるための、肝が、大学のガバナンス改革だというふうに理解をしています。先ほど白石先生からもご質問ありましたけれども、経営と教える教学の分離だそうです。私立大学はもともと学長、理事長とそれぞれ役割がありますので、そんなになんていうんでしょう、違和感がないかもしれませんが、しかし問題は国立大学です。これまで学長が、運営も教学も研究もトップという位置にいたわけですが、これを分離することに、国立大学からどのような反応が、反発があると思いますか。大臣、お伺いいたします。池田局長。お答え申し上げます。
この、 大学ファンドの構想が始まりましてから、文部科学省およびシスティは随時国立大学協会へ説明するなどですね、国立大学に対しても丁寧な説明を心がけてまいりました。で、その中には厳しいご指摘もありつつも、基本的には日本の研究力低下の現状を踏まえですね、今このようなその支援をする必要があるのではないかというご意見もいただいております。国立大学いろいろな規模や、学部構成などいろいろな大学がありますので、いろんな意見はあるかと思いますけれども、私どもとしてはできるだけ丁寧に説明しつつ理解を求めるようしてきております。吉田晴美君。はい、もしかしたらトップの人たちの理解は得られているのかな、どうなんでしょう。ちょっと私にはまだピンとこないんですけれども、大学の研究に携わっている、また講義に携わっている先生方からは、私は本当に恐怖だという声を聞いています。で、実際合議体と呼ばれる、この組織がガバナンスの中に必要だということですけれども、これ先日の文科省の方とのレクで伺って、例えば株式会社を例に考えてみると、この合議体は取締役会に当たるものですねというふうに伺ったところ、そのような理解ですというふうに聞きました。取締役会ということは、その学長の上に当たるものになるわけですよね。その経営の指針を決めていく、株主の利益の最大のために動くわけです。で、先ほど経営と教学は分離しているから心配ないというようなご答弁があったかと思うんですが、私やっぱり心配です。というのは、通常経営をする場合、商品サービス、それを、お客様、に、買っていただくためにその価値を上げていきますよね。同じように大学が何が商品であり何がサービスかと言ったら教学の方だと思うんですね。で、ここに口出しをしないってちょっと言い切れるのかなと、私は先ほどの答弁を伺っていて思いました。ちょっとでははっきりと聞きます。こういうような経営的、手法を取り入れていくことが、このアカデミアの中に、アカデミズムの中に私は弊害を生むと思うんですが、不採算部門の効率化、人員整理、こういうことを誘発しないと言い切れるでしょうか。お伺いします。益子高等教育局長。お答え申し上げます。先生の方からですね、取締役会のような話もございました。で、不採算部門の整理がされないと言い切れるのかということでございますが、諸外国のトップレベルの研究大学におきましては、確立された研究分野を牽引することに加えまして、新たな学問領域を生み出し、教育プログラムの革新を図るとともに、研究成果の社会実装や新産業の創出支援を担うなど、幅広い役割を果たしておりまして、大学の機能を大幅に拡張しているという現状がございます。また、そのように機能を拡張する中で、事業の全体規模を広げることによりまして、中長期的な視点での資源配分も可能となり、人文社会科学を含め、多様な学術研究、基礎研究が展開されていくものと考えております。で、国際卓越研究大学では、その使命が最先端の地の基盤となることもとともに、これからの社会変革を担うことであることを踏まえれば、産業界の要請に直接応える研究のみならず、多様な学術研究、基礎研究へ投資を行っていくことが不可欠となっているというふうに考えております。で、国際卓越研究大学におけるガバナンス改革の目的につきましては、自律的に成長していく戦略を策定、実行できるように、経営の意思決定において、多様な専門的知識を生かせる体制を構築することでございまして、これにより事業成長が図られ、中長期的な視点での資源配分も可能となり、多様な学術研究、基礎研究への投資が可能となるというふうに考えているところでございます。吉田晴美君。
ありがとうございます。であるとしたら、この事業成長を見誤ることのないように、この合議体の中に入っていく人選というのはとても重要だと思います。経営的な観点から言ったら、やはり不採算部門になるものや不必要になるものや、そういうものが出てきくる可能性がありますけれども、やっぱりアカデミズムをきちんと理解する人というのは必須だということを申し上げます。で、その中で、実際ですね、これだけ大掛かりなガバナンス改革をガラッとして、国立大学にしてみると、すごいコミットメントですよね。で、これだけコミットメントをして、さあ、資金提供、安定的にしていただけるんでしょうか。この大学ファンドの運用年数は何年を想定していますか。また、1校あたり何年くらいのスパンで資金提供をしていただけるのでしょうか。池田研究振興局長。お答え申し上げます。世界と伍する研究大学を実現していくためには、支援対象大学の研究基盤の抜本的強化や若手研究者への長期的安定的支援を行っていくことが重要であるため、短期的な成果主義に流されないよう、その活動を長期的に後押しするとともに、財務基盤が十分に強化されるまでには時間がかかることから、継続的安定的に支援を行うことが必要と考えております。こうした趣旨を踏まえれば、大学ファンドからの支援期間は一定程度の長期性を有する必要があると考えております。また支援対象大学の計画の進捗状況に関しては、大学が自ら定めた研究力強化や事業成長等の目標の達成状況を客観的な指標に基づいて評価するとともに、そうした目標が一定期間連続して未達成の場合などは、長期的な視点からの評価の下で、結果に応じた措置を講ずることを予定しております。支援対象大学から行われる支援進捗状況の報告内容は、随時、システムや科学技術、学術審議会にも報告し、国として必要な助言を行うことを予定しており、こうしたことを踏まえて、大学として中長期的にしっかりと取り組んでいただくことを考えております。吉田晴美君。はい、具体的な年数というところで今一つちょっとピンとこなかったんですけれども、少なくとも 1,2 年で、ごめんなさい認定から外れましたというようなことがあってはならないということを申し上げたいと思います。また3% 事業成長、これが一つの目標として課されているわけですが、ちょっとお伺いしたいんですけれども、この 3% の事業成長ができなかった場合、この責任は合議体にありますか、学長にありますか。池田局長。これそうなった場合のですね、責任は、各大学の設置者にあるというふうに考えております。したがって、国立大学であれば国立大学法人ですし、私立大学であれば学校法人でございます。吉田晴美君。法人のトップという機構長という方になるという理解でよろしいでしょうか。池田局長。法人の長ということでございます。吉田晴美君。はい、なかなかこのファンドの運営というのは厳しいですよね。10年ぐらいのスパンで、安定した資金を供給していただかないと、大学としてはこれだけの大きなガバナンス改革に踏み込むわけですから、最低でもそうしていただきたいと思います。一つちょっと可能性があるか伺いたいんですが、もしこの 3% 事業成長ができない、あるいはそれ以外の卓越大学としては不適当な状況になった場合、その1校は外されて、また新たにそのポストに新しい大学が来るという可能性はあるのでしょうか。池田局長。お答え申し上げます。先ほど申し上げましたように、国際卓越研究大学の計画の進捗状況等の評価にあたりましては、
短期的な視点ではなく、中長期的な視野も踏まえて評価していく必要があるかと思います。それしたことを踏まえてですね、仮にこう長い期間にわたって事業計画を達成できないような状況が、中期的に続くとか、そうした場合には、取り消しするということもできるようになっております。また逆に、大学の事業規模を成長して財政基盤をしっかりとこう整えて、卒業するということもございますので、そうした形で、卓越研究大学の認定をこう外れた後にですね、新たに、可能ポテンシャルのある大学が出てきた場合には、その申請に基づいて、新たに、認定認可をするということはあり得ると考えております。吉田晴美君。はい、この10兆円ファンドからの卒業できるかどうかというところなんでしょうか。それでは皆様のお手元に配らせていただきました資料2枚目をご覧いただきたいと思います。まあ、こうして最初は10兆円ファンドからの運用益で助けるけれども、まあ、それをもとに成長して、あとは独り立ちできるような大学になってくださいねということらしいんですけれども、これですね、ハーバード大学は今、大学のファンド規模が 4.5 兆円、そしてケンブリッジ大学は1兆円です。それに対して、ちょっと東京大学を例に取りたいんですけれども、東京大学190億円、まあ、格段の差がありますよね。ここまでいけるのかな、ちょっとシミュレーションしてみたいと思います。まず、ハーバード大学はね、私、ちょっと比べちゃいけないと思うんですね。なぜなら、ちょっとびっくりしましたけれども、今日の、ドルのレートで、ハーバード大学の学費を計算してみました。大臣、どのぐらいかご存知ですかね。ちょっともうご存知かもしれないんですが、ハーバード大学のフルタイムの学生1年間の学費、今日のドルレート127円87銭で計算しますと、703万184円です、1年間。全然授業料違いますよね。これ、私立大学です、ハーバード大学。なので、ちょっとハーバード大学は外します。ケンブリッジ大学、これはイギリスの国立大学のなので、ケンブリッジ大学をちょっと参考にしたいと思います。1兆円規模のファンドです。お伺いします。ケンブリッジ大学も、こうして自己ファンドを作るまでに、相当な年数を費やしたと伺っていますが、どのぐらいの年数を費やされたでしょうか。池田局長。お答え申し上げます。今、手元に詳細な資料がございませんが、もともとイギリスの大学はアメリカに比べて寄付金を集めたりするようなこう風土が薄かったものですから、おそらく2000年前後ぐらいからここ20年ぐらいで、急速に自主的な基金をこう積みまして、財政力をこう強化してきたものと理解しております。吉田晴美君。はい、じゃあ、東京大学も仮にそこまで行こうと思ったら、どのぐらいかかるのかなと思うんですが、その収入に当たるところは、いわゆるまあ大学が出す利益、それから寄付、また企業からの出資金ということがあると思うんですが、東京大学の直近の例で構いません、企業会計でいうところの経常利益に当たる金額がファンドに積み上げられるんではないかと思うんですが、その金額と、それから東京大学が受け取った寄付の金額、その両方を教えてください。速記を止めてください。速記を。益子高等教育局長。お答え申し上げます。東京大学の経常利益については4億円、それから寄付については100億円というふうに承知しております。吉田晴美君。はい、ありがとうございます。4億円の利益、それから100億円の寄付、これ毎年入ってきて、もちろんこれだけでは足りないですね。1兆円規模まで持っていくとしたら、単純計算で毎年500億円ぐらい積み上げていかなければいけません。そうすると企業側からの出資、こういうものも募っていかなければいけないと思うんですが、
これ相当な企業努力が必要になってくると、まあ、企業努力っていうんでしょうか、経営、この合議体の努力が必要になってくるんじゃないかなと、私は懸念をいたします。で、今回ですね、このファンドで、仮に数校にこのお金が渡るとすると1校大体500億円ぐらいというふうに聞いたんですが、今、東京大学の運営交付金は800億円だそうです。運営交付金800億円、このファンドで入ってくるのが仮に少なく見積もって500億円だとすると、相当な割合がこのファンドからの運用益を期待しているということになります。これもう言い方ちょっと乱暴かもしれないんですが、もうしのごの言わずに、とにかくこのファンド、都立大学に、認定してもらって、この資金をいただかないことには前に進まないという状況だとすると、ちょっと私は学問の自由とか、それから、大学の自治というところには大きな疑問が残るのではないかということをご指摘申し上げます。ではですね、事業成長の 3% に関して、これは海外の大学を基準に、それを当てはめたと、それを参考にしたと伺っているんですが、伺います。直近のですね、日本の GDP 成長率は何パーセントでしょうか。池田研究振興局長。お答えいたします。GDP 成長率はですね、内閣府の統計によりますと、2021年の値は前年比で実質 1.6% と承知しております。吉田晴美君。はい、GDP がその値で、事業成長、大学には 3% を望むっていうのは、これ、厳しすぎると思います。国もそこまで成長してないのに、大学に 3% って、ちょっともうなんか、大学関係者の皆さんは、なんでだよっていう声がこう聞こえてきそうですけれども、ここをちょっと考え直していただきたいなと、希望を申し上げます。そしてですね、大臣。大臣の所信の中に、経済事情に左右されず、誰もが質の高い教育を受けられるようにすることは大変重要ですというふうに大臣も述べられました。先ほどのハーバード大学の例ではないんですけれども、授業料が高いということは、それだけ収入もあります。なんだかこの影響で、事業成長 3% を実現するために、収入を増やして支出を出すと。いうところで、まず収入のところで、授業料を上げるというのは、まあ、言ってみれば簡単な収入増になるわけですけれども、大臣、国立大学では、授業料を上げないと言い切っていただけないでしょうか。末松文部科学大臣。今端的に申し上げましたら、この事業成長のみをですね、この拡大するために、それをもって事業料を財源の大きな財源の一つにするという、そういう考え方には立ってはございません。吉田晴美君。大臣、ありがとうございます。本当に事業料が上がるというのは学生にとって一番つらいところです。それも国立大学でもうじわ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 今事業料が上がってきていますので、誰もが質の高い教育、これを本当に実現するためには、国立大学としてのこの使命をぜひ全うできるようにとお願い申し上げます。それではちょっと時間も限られてきましたので、最後に一つご質問を申し上げます。これもちょっと大臣にお伺いしたいです。こうして、研究力、日本の研究力が上がらないという原因はどこにあるとお考えでしょうか。末松文部科学大臣。お答え申し上げます。我が国の研究力は近年世界と比べまして相対的に低下している、先生ご指摘のとおりでございます。研究力が相対的に低下している背景には、諸外国が研究開発投資を増加しているということが一つ言ってあげられると思います。それと経済的な不安やキャリアパスの不透明さによる博士後期課程の進学者数、そして進学率の低さということを言えると思うんです。100万人いまして、
イギリス、先生おられたイギリスですけれども、収支は4216人です。日本588人です。昨日ちょっと自分で調べてみたんです。で、博士は100万人に対して、イギリスは375人、日本120人なんですね。それだけ、上こう修士から博士に上がって勉強するという方々が減ってきておると、これは企業の一つの評価の仕方もあろうかと思います。それと若手や女性研究者を取り巻く不安定な研究環境、また新たな研究分野への挑戦の不足であるとか、国際的研究ネットワークの構築の遅れが挙げられております。こういうことが原因として考えられております。あとこのためですね、文科省としては科学技術予算の拡充をしっかり進めるとともに、この予算を用いて、国際的に卓越した研究大学を実現するための大学ファンドの創設とか、今申し上げたように博士課程の学生への経済的支援の抜本的拡充と、世界と戦える優秀な若手研究者の育成と、それとやはり女性研究者の活躍に向けた環境整備、必要かなと思っております。吉田晴美君。大臣、ありがとうございます。本当に重要なご指摘をいただいたと思います。こうして、ドクターに進む人が少なかったりするその原因は仕事なんです。その後の仕事がないっていうこと、これが一番大きいと思います。安定的な雇用がないということが、私は今研究者の方々が研究に没頭できない、研究に邁進できない、そういう原因があると思います。資料3枚目をご覧いただきたいと思います。615校の大学を調査してみましたら、非常勤の教員の割合が 60% 以上、50% 以上ということで、ほとんどが非常勤の先生で賄われているところです。特に首都圏はその傾向が大きいわけなんですけれども、これ先ほど大臣もう1時間45分経ってますけれども、1時間半のこのコマを週に12コマやって、3校4校掛け持って、そして生計を立てていらっしゃる大学教員の方多いんですよ。これでは研究に力を入れるような時間ありません。学務だけで、もう忙殺されてしまいます。こういった雇用の安定というものをとにかく、一番に考えていただきたいということと、大臣が最後おっしゃってくださいました女性の研究者の少なさです。これは資料の4枚目にあたりますけれども、先ほど比較したハーバード大学、アメリカでは 33.4% の女性研究者がいます。イギリスに当たっては 38.7% という女性研究者の割合、それに対して日本は 16.2% です。女性研究者の力が存分に発揮できていない、また、結婚や出産、その間、大学を離れなければいけない、そういう方も多くいらっしゃいます。こうした女性の研究者の力が発揮ができていないということも、私は大きな原因だというふうに感じます。このために大臣、具体的にできることっていうのは何かあるんでしょうか。千原科学技術学術政策局長。お答え申し上げます。今先生の方から機関付きの研究員の数が多いこと、それから女性研究者へのその活躍促進に対する施策についてご関門をいただきました。まず私どもも先生ご指摘のとおり、特に若手の大学教員が任期付きの方が増えているという現状を承知しております。このため大学教員として安定して教育研究に専念できる環境をいかに確保するか、その成長につながるキャリアパスをどう構築して魅力的なものとして示していくかが、我が国全体の研究力向上の喫緊の課題と考えております。このため、文部科学省では、大学の取り組みを後押しすべく、各国立大学における連大構成を踏まえた持続可能な中長期的な人事計画の策定の促進、あるいは若手研究者比率や人事給与マネジメント改革実現状況、実施状況に応じた国立大学の運営費交付金の配分、あるいは若手研究者のキャリア構築や研究環境確保、
能力開発に向けた取り組みの支援等に取り組んできております。また女性研究者の活躍促進につきましては、やはり女性研究者の活躍が促進されることによって、多様な視点あるいは優れた発想を柔軟に取り入れることにより我が国の科学技イノベーションを活性化していくということで大変重要と考えております。まだ一方で先生ご指摘のとおり、日本における女性研究者の割合が諸外国と比較して低いという状況です。このため文部科学省におきまして、ダイバーシティ研究環境実現イニシアチブ事業によりまして、出産育児等のライフイベントと研究の両立ですとか、女性研究者の研究力向上登用促進などに取り組む大学等への支援を行っております。こうしたメニューを揃えて、しっかり女性研究者の活躍促進を果たしてまいりたいと存じます。吉田晴美君。ありがとうございます。ちょっと提案させてください。今大学は現場はもう産官学連携とても大事だと思います。私も現場にいたときそのことを経験し、それは実感しています。ただですね、大学は今就職予備校と呼ばれるような状況になっていることも、これも現実だと思います。産業界の方にぜひ提案していただきたい。こうした、ドクターを取っていらっしゃる方、マスターを取っていらっしゃる方、その方々の雇用の機会をぜひ増やしてください。そして、大学を支援するときには効率化だけで測らない、目に見えない価値を大事にしていただきたいというふうに思います。産業界の方が、関わっていただけるなら、そこをぜひ持続可能な社会ということで、推進していただきたいと思います。こうしてですね、時間がもう迫ってきましたが、最後に申し上げたいと思います。質問をさせていただいて、再認識しました。文科省もつらいですよね、本当に。この研究レベルの高い高等教育を実現するためにはお金が必要です。でもその責任をアカデミックに押し付けては私はいけないと思うんですよ。文科省の方々も、どうしたもんかなと思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですね。で、資金運用はお金の専門省庁である財務省に任せて、その財務省からシンプルに予算付けをしてもらえればいいんじゃないかと思うんですが、やっぱりそれは難しいんでしょうか。また財務省の方もそう言われると自分たちの責任かっていうふうになってしまうかもしれないんですけれども、財務省もつらいと思います。限られた予算の中で、頭をひねってどうするかということを考えていらっしゃる。で、詰まるところ、じゃあこの問題を解く鍵はどこにあるんだろうと大臣思うんですね。そうするとやっぱり政治なんだなと私は考えます。で、子どもを大事にして、日本の未来を切り開いていく、そのために教育や研究、これを支え育む、その政治かどうか、それがその本気度が問われているように大臣私思うんですけれども、結局詰まるところ政治の責任だと思いますが、最後に大臣のお考えをお聞かせください。末松文部科学大臣。去年も年末に財務省の折衝は教科小学校高学年の教科担任の先生の確保というところと、全体的には5兆2818億円の令和4年度当初予算であったと思うんですけれども、いろいろな話は財務大臣前にして、また関係閣僚もおられたところで話をいたしてまいりました。やはり決めるところはやはり政治であるということは確かだと思うんです。ですから、野党の先生からは教育国債の話とかいろんな話を聞かれますけれども、それってやっぱり未来へ投資していかないと、特にもう資源も乏しい日本でありますし、人へ投資をしていくしか、やっぱり国がまずこう成長していく礎を、土台を築くことができないということの表れだと思っております。そういう意味において、あらゆる面において、教育予算の充実ということは常に頭に置きながら行動していきたいと、そのように願ってございます。吉田晴美君。大臣ありがとうございます。応援申し上げますので、ぜひ岸田総理にもお伝えくださいませ。ありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。